暗らえいらえ切り刻め逃がさない根絶やしにしてやる見えすいた真似よ生意気だなどけもう逃げ道はない八つ咲きにしてやる集中しろ耐えられるかな砂嵐の中へ、入ってきた絶望の花を咲かせてやろう絶望の花よ最後の炎だ派手に暴れてやる混沌よ魂を引き裂いてやる吹き荒れろありったけの力で 目に見えるものだけが全てじゃない一掃してやるこれでとどめだ忘却の彼方へ消えるがいいここまでだもう何も失いたくないはっはっはあった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 あってあっ ハッハはハッハッハッハはは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 は <笑><笑>くらえくらえ切り刻め逃がさない根絶やしにしてやる見えすいた真似を生意気だな解けもう逃げ道はない八つ咲きにしてやる集中しろ耐えられるかな砂嵐の中へ入ってきな絶望の花を咲かせてやろう絶望の花よ最後の炎だ派手に暴れてやる 混沌よ。魂を引き裂いてやる。吹き荒れろありったけの力で目に見えるものだけが全てじゃない。一掃してやる。これで、とどめだ忘却の彼方へ消えるがいい。ここまでだ。もう何も失いたくない。はぁーっはぁーっはぁっはーっはーってあっはぁ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 ってあってっ

もう逃げられないぞ。<laughs> やられたわね。ターシャ、貴様を逮捕する。何の容疑で貴様は平民の分際で、多くの司祭に傷を負わせた。はあ ハイレフ同士のシャマンは正当なものよシャマンは司祭と神々だけの文化だ頭が固いわね双方合意の上でやったことよ私とのシャマンをね怪我したくなければ私より強ければいいだけの話簡単明瞭でしょどう堅物のおじさん私と勝負してみない無礼者何自信がないわけ魔力も持たない私に 勝てる気がしないから抜かせ司祭数人に勝てたからといっていい気になるなスズメの涙ほどの魔力でも持ってさえいれば誰もが司祭になれるだが俺は貴様が今まで相手にしてきた司祭たちとは次元が違う魔力を持っているいくら体術に長けているとはいえ貴様は所詮魔力を持たない平民貴様に勝ち目はないあっそうじゃあ 私とのシャマンを断る理由もないんじゃないの受けて立つ。ハハハハ親衛隊も大したことないわね。貴様どうお,おじさん。やっぱこの国の身分制度っておかしいと思わないだって平民の私の方がこんなに圧倒的に強いんだもの。あんたは魔力を生まれ持っただけで司祭。私はそうじゃないって理由だけで平民なのよ。 もし私が奇跡的に魔力を生まれ持ったとしても司祭になるどころか消されるだろうね平民と平民の間で生まれたって理由でねこれが正しいと本気で思ってるの貴様こんなものはイカ様だイカ様するわけないじゃないあんたは私より弱いただそれだけ <laughs> 運が良かったわねおじいさん じゃあねもう逃げられないぞ <laughs> やられたわねターシャ貴様を逮捕する何の容疑で貴様は平民の分際で多くの司祭に傷を負わせたはあハイレフ同士のシャマンは正当なものよシャマンは司祭と神々だけの文化だ頭が固いわね双方合意の上でやったことよ私とのシャマンをね怪我したくなければ 私より強ければいいだけの話簡単明瞭でしょどう堅物のおじさん私と勝負してみない無礼者何自信がないわけ魔力も持たない私に勝てる気がしないから抜かせ司祭数人に勝てたからといっていい気になるなスズメの涙ほどの魔力でも持ってさえいれば誰もが司祭になれるだが俺は 貴様が今まで相手にしてきた司祭たちとは次元が違う魔力を持っているいくら体術に長けているとはいえ貴様は所詮魔力を持たない平民貴様に勝ち目はないあそうじゃ私とのシャマンを断る理由もないんじゃないの受けて立つハハハハ新隊も大したことないわね貴様どうお,おじさん やっぱこの国の身分制度っておかしいと思わないだって平民の私の方がこんなに圧倒的に強いんだもの。あんたは魔力を生まれ持っただけで司祭。私はそうじゃないって理由だけで平民なのよ。もし私が奇跡的に魔力を生まれ持ったとしても、司祭になるどころか消されるだろうね。平民と平民の間で生まれたって理由でね。これが正しいと。 本気で思ってるの貴様こんなものはイカ様だイカ様するわけないじゃないあんたは私より弱いただそれだけ <laughs> 運が良かったわねおじいさんじゃあねタシャお帰りこれを見てくれキナンが持ってきてくれたんだキナンがアナン様からだとかはあ受け取っちゃダメでしょん 私妻がわざわざ平民の妊娠を祝うと思うでも喜難が言うにはいい方らしいんだそういい方よだからこそ受け取っちゃダメなのこのことが知られたら世間の非難を浴びるだろうね名誉なことではないから名誉かまるで司祭のような口ぶりだな俺たちには子供用ベッドが必要なんだ最近店の売り上げもかんばしくないしそれって どういういこと俺がお前の夫だと司祭達にバレてしまったんだ平民たちは俺らを支持してくれているが武器を買うのは司祭の方だろうごめん謝らなくていい俺はお前を誇りに思っているし正しいことをしていると信じているからただ少しはお腹の赤ん坊のことも考えてくれあまり無理はするなよターシャありがとうそうするわ シャード母さん赤ん坊は生まれましたかターシャが呼んでいる早くターシャあなた何があった顔色が悪いぞ今すぐ医者を呼ぼう私おなかの中で魔力が魔力すぐに赤ちゃんを取り出さないと赤ちゃんを取り出す キノンそれはどういうことだね突然変異について本で読んだことがあるんです平民なのに魔力を生まれ持つ赤ちゃんつまり突然変異を生むとその魔力に耐えきれず命を落としてしまうと何だとじゃあ今すぐ赤ん坊を取り出せば他者は助かるのかうん魔力を生まれ持つ赤ちゃんは生まれるタイミングで魔力の翼を広げる その前に赤ちゃんを取り出さないといけないそうしたら赤ちゃんはどうなる赤ちゃんは助かりませんそんなキナ今すぐ赤ん坊を取り出す準備をしてくれゃャードやめてターシャ俺はお前の方がもっと大切なんだ赤ちゃんを救いたいお願い 私たちの赤ちゃんを絶対に幸せにして本当に魔力の翼がターシャターシャ返事をしてくれターシャターシャが息をしないんだターシャターシャ ジャード、ジャード、しっかりして。このままだと赤ちゃんの命も危ないよ。はぁ、あ。助けなければ。ターシャと俺の、子供を。助けるってどうやって突然変異者が持つ魔力は不純なものだからと。生まれたらすぐに処刑されるというのに。赤ちゃんを連れて領地の外に逃げよう。領地の外に ジャードよく考えてもしかするとターシャの夢を叶えることができるかもしれないそれはどういうことだこの子が魔力を生まれ持ったこと自体がすごく象徴的な出来事だよ平民と平民の間でも魔力の翼を持つ子供が生まれる可能性があるってこの子は本当に突然変異なのかなもしかすると私たち平民にも内なる魔力があるって証拠なんじゃないかなこの子がいつか ターシャの代わりに活躍してくれると思うそして同志を集めるんだよこの子の安全はもし見つかって危ない目にあったら私が守るキナ俺だってこの社会の理不尽さを感じているお前とターシャはその理不尽に立ち向かって何度も危険な目にあった常に死と隣り合わせの人生俺は我が子にだけは そんなな茨の道を歩ませたくないんだターシャもそれを望んでいた平凡にそして安全に暮らす方法はないのかこの子と離れ離れになっても平気ああ幸せに暮らしてさえくれればそう父親であるあんたがそう言うならターシャは昔皇位司祭の命を救ったことがあるの彼の名はアナンこの子を連れてアナン様を訪ねて ターシャはその方の命の恩人だからきっと力を貸してくれるはずターシャおかえりこれを見てくれキナンが持ってきてくれたんだキナンがアナン様からだとかはあ受け取っちゃダメでしょん司祭がわざわざ平民の妊娠を祝うと思うでもキナンが言うにはいい方らしいんだそういい方よだからこそ受け取っちゃダメなの このことが知られたら世間の非難を浴びるだろうね名誉なことではないから名誉かまるで司祭のような口ぶりだな俺たちには子供用ベッドが必要なんだ最近店の売り上げもかんばしくないしそれってどういうこと俺がお前の夫だと司祭たちにバレてしまったんだ平民たちは俺らを支持してくれているが武器を買うのは司祭の方だろう。 ごめん謝らなくていい俺はお前を誇りに思っているし正しいことをしていると信じているからただ少しはお腹の赤ん坊のことも考えてくれあまり無理はするなよターシャありがとうそうするわチャード母さん赤ん坊は生まれましたかターシャが呼んでいる早くターシャあなた何があった顔色が悪いぞ 今すぐ医者を呼ぼう私お腹の中で魔力が魔力すぐに赤ちゃんを取り出さないと赤ちゃんを取り出すキノそれはどういうことだね突然変異について本で読んだことがあるんです平民なのに魔力を生まれ持つ赤ちゃんつまり突然変異を生むとその魔力に耐えきれず命を落としてしまうと なんだとじゃあ今すぐ赤ん坊を取り出せばターシャは助かるのかうん魔力を生まれ持つ赤ちゃんは生まれるタイミングで魔力の翼を広げるその前に赤ちゃんを取り出さないといけないそうしたら赤ちゃんはどうなる赤ちゃんは助かりませんそんなキナ今すぐ赤ん坊を取り出す準備をしてくれジャー やめて…ターシャ俺はお前の方がもっと大切なんだ赤ちゃんを救いたいお願い私たちの赤ちゃんを絶対に幸せにして本当に魔力の翼がターシャターシャ <laughs> 返事をしてくれターシャターシャが息をしないんだターシャターシャジャード、ジャード、しっかりしてこのままだと赤ちゃんの命も危ないよはぁ、あ。助けなければ。ターシャと俺の、子供を。助けるってどうやって 突然変異者が持つ魔力は不純なものだからと生まれたらすぐに処刑されるというのに赤ちゃんを連れて領地の外に逃げよう領地の外にジャードよく考えてもしかするとターシャの夢を叶えることができるかもしれないそれはどういうことだこの子が魔力を生まれ持ったこと自体がすごく象徴的な出来事だよ平民と平民の間でも 魔力の翼を持つ子供が生まれる可能性があるってこの子は本当に突然変異なのかなもしかすると私たち平民にも内なる魔力があるって証拠なんじゃないかなこの子がいつかターシャの代わりに活躍してくれると思うそして同志を集めるんだよこの子の安全はもし見つかって危ない目にあったら私が守るキナ俺だってこの社会の理不尽さを感じている お前とターシャは、その理不尽に立ち向かって、何度も危険な目に遭った。常に死と隣り合わせの人生。俺は、我が子にだけは、そんな茨の道を歩ませたくないんだ。ターシャもそれを望んでいた。平凡に。そして、安全に暮らす方法はないのかこの子と離れ離れになっても平気ああ。幸せに暮らしてさえくれれば。そう。 父親であるあんたがそう言うならターシャは昔皇位司祭の命を救ったことがあるの彼の名はアナンこの子を連れてアナン様を訪ねてターシャの子だと伝えるといいよターシャはその方の命の恩人だからきっと力を貸してくれるはずアナン様お客様が来ました間もなく子供が生まれる客人を迎えるのは後にしようそれがかなり切羽詰まった様子でして 後にしてくれターシャの子を連れてきたとのことでしたが引き返すよう伝えます待て今誰だとターシャのこれは運命なんだろうか出生届を出してくれ今日我が家では双子が生まれたのだアナン様お客様が来ました間もなく子供が生まれる客人を迎えるのは後にしようそれがかなり切羽詰まった様子でして 後にしてくれターシャの子を連れてきたとのことでしたが引き返すよう伝えます待て今誰だとターシャのこれは運命なんだろうか出生届を出してくれ今日我が家では双子が生まれたのだところでどうして今日は二人きりなんですかカーリーあまりつかつかと歩かないようにないいじゃないですか だって、こんなに天気がいいんですよ。ところで、どうして今日は二人きりなんですかカーリー、あまりつかつかと歩かないようにな。いいじゃないですか。だって、こんなに天気がいいんですよ。いらっしゃいませ。頼んだものははい。準備できました。いかがでしょうかうん。カーリー、お前の誕生日プレゼントだ。気に入ってくれるといいな。本当に嬉しいです 親衛隊の選抜試験までこれで頑張ってみなさいはいありがとうございますお父さん今日がお誕生日のようですねもし差し支えなければ私からもプレゼントをお渡ししたいのですがおうあ,あ失礼しました出過ぎた真似を受け取っていいぞカーリー司祭様の誕生日をお祝いすることができ光栄でございますありがとうよく似合っているな お気に召していただけたようで嬉しい限りですこのスカーフもう一つもらえないかな妹にも同じものをプレゼントしたい残念ながらそれは一点物でございますもし妹様にプレゼントしたいならこちらのスカーフはいかがでしょうか色は違いますが形はほぼ一緒ですこれもいいねじゃあ行こうかご来店ありがとうございましたいらっしゃいませ頼んだものははい準備できました いかがでしょうかうんカーリーお前の誕生日プレゼントだ気に入ってくれるといいな本当ですか嬉しいです親衛隊の選抜試験までこれで頑張ってみなさいはいありがとうございますお父さん今日がお誕生日のようですねもし差し支えなければ私からもプレゼントをお渡ししたいのですがお<う>あああ失礼しました出過ぎた真似を 受け取っていいぞカーリー司祭様の誕生日をお祝いすることができ光栄でございますありがとうよく似合っているなお気に召していただけたようで嬉しい限りですこのスカーフもう一つもらえないかな妹にも同じものをプレゼントしたい残念ながらそれは一点物でございますもし妹様にプレゼントしたいならこちらのスカーフはいかがでしょうか色は違いますが形はほぼ一緒です これもいいな。じゃあ行こうか。ご来店ありがとうございました。ダッシャー、どうしたの暗い顔して。うんうん、何でもない。お出かけお父さんもお留守だったみたいだけど。うん。誕生日プレゼントお買いにね。ああ。はい、これ、プレゼント。スカーフどう気に入ったお姉ちゃんのスカーフに似てるね。うん。これも誕生日プレゼントにもらったよ。 同じものをプレゼントしたかったけど、一点物だったんだって。武器商店のオーナーが代わりにこれを勧めてくれたの。そうなんだ。お姉ちゃんのスカーフ、かわいいね。ラシャ、元気がないね。プレゼント微妙だったううん。こっちがいいのじゃあ私のスカーフと交換しよう。ラシャの望みなら、なんだって聞いてあげる。ありがとう。よく似合ってるよ。ラシャ。 誕生日おめでとう。誕生日おめでとう、お姉ちゃん。ロシャ、どうしたんだ暗い顔して。うんうん、何でもない。お出かけお父さんもお留守だったみたいだけど。ああ、誕生日プレゼントを買いにね。ああ。はい、これ、プレゼント。スカーフどう気に入ったお兄ちゃんのスカーフに似てるね。うん。これも誕生日プレゼントにもらったんだ。同じものをプレゼントしたかったけど、一点物だったんだって。 武器商店のオーナーが代わりにこれを勧めてくれたそうなんだお兄ちゃんのスカーフかっこいいねラシャ元気がないなプレゼント微妙だったかううんこっちがいいのかじゃあ私のスカーフと交換しようラシャの望みなら何だって聞いてあげるありがとうよく似合ってるよラシャ誕生日おめでとう誕生日おめでとうお兄ちゃんラシャ修行の成果が出てるね でも、お姉ちゃんには勝てなかったもん。<laughs> 相手が悪かっただけだよ。私、親衛隊に入れるかな。もちろんだよ、ラシャ。もし入れたとしても、親衛隊員たちはみんなお姉ちゃんみたいに強い人ばかりだろうし、私、うまくやっていけるかな。ラシャ、私たちが親衛隊員を目指すようになったきっかけ、覚えてるお姉ちゃん、 どうしようし、心配しないでラシャはお姉ちゃんが守ってあげるお怪我はありませんかはいありがとうございましたやんちゃですねここは危ないですよ早くお家に帰ってくださいあのお名前を教えてもらえませんか私の名をどうしてですか助けてもらったら必ず恩返しをするようにと教わりました <laughs> そうですね 恩返しがしたいなら同等のことをしてもらわないと私が君たちを守ってあげたから今度は君たちが私を守ってください<え>もっと大きくなってもっと強くなってからでも大丈夫ですよあのお名前を私の名はイプシロンです大きくなったら恩返しをするって約束したからそして漁師様を尊敬しているからそうだね 強さよりも大切なのは気持ちだと思う。ダシャ、漁師様を尊敬する気持ちと、領民たちを守りたいという気持ちに変わりはないよね。もちろん。それで十分だよ。私たちはこれからもっと強くなるから、今の気持ちを忘れないようにしよう。私、頑張る。うん。絶対二人揃って新兵隊員になろうね。うん。ダシャ、修行の成果が出てるね。でも、お兄ちゃんには勝てなかったもん。 <laughs> 相手が悪かっただけだよ私親衛隊に入れるかなもちろんだよナシャもし入れたとしても親衛隊員たちはみんなお兄ちゃんみたいに強い人ばかりだろうし私うまくやっていけるかなナシャ私たちが親衛隊員を目指すようになったきっかけ覚えてるかお兄ちゃんどうしようし心配しないで ラシャはお兄ちゃんが守ってあげるお怪我はありませんかはいありがとうございましたやんちゃですねここは危ないですよ早くお家に帰ってくださいあのお名前を教えてもらえませんか私の名をどうしてですか助けてもらったら必ず恩返しをするようにと教わりました <laughs> そうですね恩返しがしたいなら同等のことをしてもらわないと 私が君たちを守ってあげたから今度は君たちが私を守ってくださいえもっと大きくなってもっと強くなってからでも大丈夫ですよあのお名前は私の名はイプシロンです大きくなったら恩返しをするって約束したからそして漁師様を尊敬しているからそうだね強さよりも大切なのは気持ちだと思うナシャ 漁師様を尊敬する気持ちと、領民たちを守りたいという気持ちに、変わりはないよね。もちろん。それで十分だよ。私たちはこれから、もっと強くなるから、今の気持ちを忘れないようにしよう。私、頑張る。うん。絶対、二人揃って親衛隊員になろう。え、うん、シャマンと同じルールで行われ、最後まで勝ち残った二人だけが、親衛隊員として任命される。シャマン。 ハイレフだけの名誉ある決闘文化。神王の名の下で、正々堂々と勝負することを誓った後に、魔力決闘を行う。司祭同士のシャマンは、魔力の優位を競う遊戯。もしくは、自己検事の行為に過ぎないが、神と司祭間のシャマンは階級を左右する。司祭が神に挑むことは、非常に有猛なことであり、神はその挑戦に必ず応じなければならない。シャマン 一度もやったことがないけど、大丈夫かなきっと大丈夫だよ。私たちの領地には、シャマン未経験の司祭が多いから、領主様の強大な魔力に挑む愚かな司祭はいないよ。でも私は、いつか領主様に挑むつもりだよ。お姉ちゃんがどんなに強くても、叶わないんじゃないかな。怪我をするかもしれないよ。だろうね。でも、勝てる勝てないは重要じゃないんだ。 あの方に挑んで私の尊敬の思いを伝えて認めてもらいたい。怪我をするのはちっとも怖くないよ。私、応援する。さあ、入ってみよう。うん。相手は、あよかった。どうしたの私たち違うグループだった。私、お姉ちゃんに勝てる自信がないもん。<laughs> 大丈夫だよ。私以外の全員には勝てるはずだから。うん。 アナン様のご息女ですか。アナン様ほどの実力があるかどうか確かめさせてください。本気で行きます。喜んで。果たして、お父様の血は受け継いでいますかな楽しみですね。シャマンと同じルールで行われ、最後まで勝ち残った二人だけが新鋭隊員として任命される。シャマン、ハイレフだけの名誉ある決闘文化、神王の名の下で、 正々堂々と勝負することを誓った後に魔力決闘を行う。司祭同士のシャマンは魔力の優位を競う遊戯。もしくは自己検事の行為に過ぎないが、神と司祭間のシャマンは階級を左右する。司祭が神に挑むことは非常に有望なことであり、神はその挑戦に必ず応じなければならない。シャマン、一度もやったことがないけど大丈夫かなきっと大丈夫だよ。 私たちの領地には、シャマン未経験の司祭が多いから、漁師様の強大な魔力に挑む愚かな司祭はいないよ。でも私は、いつか漁師様に挑むつもりだよ。お兄ちゃんがどんなに強くても、叶わないんじゃないかな。怪我をするかもしれないよ。だろうね。でも、勝てる勝てないは重要じゃないんだ。あの方に挑んで、私の尊敬の思いを伝えて、認めてもらいたい。怪我をするのは、ちっとも怖くないよ。 私、応援するさあ、入ってみよう、うん、相手はあ…よかったどうしたの私たち違うグループだった私、お兄ちゃんに勝てる自信がないもん <laughs> 大丈夫だよ、私以外の全員には勝てるはずだからうんアナン様のご子息ですかアナン様ほどの実力があるかどうか、確かめさせてください 本気で行きます。喜んで。果たして、お父様の血は受け継いでいますかな楽しみですね。ラシャーガーリー知り合いなのかそういや、二人とも似たようなスカーフを身につけているな。私たち双子なんです。<laughs> 双子が揃って親衛隊員になるとはな。ご両親もさぞお喜びのことだろう。光栄でございます。 君の父君のお名前はアナンと申しますああアナンのことはよく知っている <laughs> やはり血は争えないなさあ行こうラシャーカーリー知り合いなのかそういや二人とも似たようなスカーフを身につけているな私たち双子なんです <laughs> 双子が揃って親衛隊員になるとはな ご両親もさぞお喜びのことだろう光栄でございます君の父君のお名前はアナンと申しますああアナンのことはよく知っている <laughs> やはり血は争えないなさあ行こう本日付で君たちは誉れ高き親衛隊の一員となったエリモスの勇猛な戦士として親衛隊の使命を受け継ぎ領主様 そしてここエリモスに永遠なる忠誠を誓えるかは誓いますは誓います君たちはあの時の私たちのことを覚えていますかもちろんです。印象に残る方々でしたから。私たちを救ってくださった方が漁師様だったと当時は気がつかなくて、漁師様をお守りする親衛隊員になるために私たち二人は一生懸命に修行してきました。 やっとあの日の恩返しができそうです <laughs> 確かにあの頃よりは成長していますがもっと強くなってもらわなければ命がけで頑張ります私のために命はかけなくても結構です君たちが命がけで守るべきなのは私ではなく我が領民たちです本日付で君たちは誉れ高き親衛隊の一員となったエリモスの有猛な戦士として 神衛隊の使命を受け継ぎ、領主様、そしてここエリモスに、永遠なる忠誠を誓えるかは、誓いますは、誓います君たちは、あの時の私たちのことを、覚えていますかもちろんです。印象に残る方々でしたから。私たちを救ってくださった方が、領主様だったと、当時は気がつかなくて、領主様をお守りする神衛隊になるために、 私たち二人は一生懸命に修行してきましたやっとあの日の恩返しができそうです <laughs> 確かにあの頃よりは成長していますがもっと強くなってもらわなければ命がけで頑張ります私のために命はかけなくても結構です君たちが命がけで守るべきなのは私ではなく我が領民たちです漁師様に覚えられていたなんて夢にも思わなかったな 本当にね。相変わらず素敵な方だった。もっと強くなって、いつか絶対、漁師様に認めてもらいたい。お姉ちゃんは、きっと漁師様に認めてもらえると思うよ。ラシャもね、漁師様に認められるように、二人で頑張ろう。うん。漁師様に覚えられていたなんて、夢にも思わなかったな。本当にね。相変わらず素敵な方だった。もっと強くなって、いつか絶対、 漁師様に認めてもらいたいお兄ちゃんはきっと漁師様に認めてもらえると思うよラシャもね漁師様に認めてもらえるように2人で頑張ろううん久しぶりだなカーリーラシャ親衛隊にはなれたかはっはっ君たちが遂行した任務についてはすでに報告を受けているこれまで数々の任務を遂行してきたそうだなカーリー君は特に目覚ましい成果をあげた 期待以上だよ。身に余るお言葉です。君たちが親衛隊に入って間もない頃、私が言ったはずだ。時が来たらまた呼び出す。と。覚えているかもちろんです。今がその時だ。この一年間、君たちは真面目に任務に取り組んでくれたが、実を言うと、あれは見習い機関だったのだ。真の親衛隊になるためには。 ある特別な任務を遂行せねばならんその特別任務を完遂して正式に親衛隊員になったらもう後戻りはできないぞどうだ任務を受けてみるかはっあっはいよしでは任務の内容を伝えよう特別任務とは敵を生け捕りにすることだ敵を制圧して連行するのは殺すよりも難しいはずだ検討を祈る ああ、それから誓いのことをくれぐれも忘れるな久しぶりだなカーリーラシャ新衛隊には慣れたかは,はっはっ君たちが遂行した任務についてはすでに報告を受けているこれまで数々の任務を遂行してきたそうだなカーリー君は特に目覚ましい成果をあげた期待以上だよ身に余るお言葉です君たちが新衛隊に入って間もない頃私が言ったはずだ 時が来たらまた呼び出す。と。覚えているかもちろんです。今がその時だ。この一年間、君たちは真面目に任務に取り組んでくれたが、実を言うと、あれは見習い機関だったのだ。真の親衛隊になるためには、ある特別な任務を遂行せねばならん。その特別任務を完遂して、正式に親衛隊員になったら、 もう後戻りはできないぞどうだ任務を受けてみるかはっダサはいよしでは任務の内容を伝えよう特別任務とは敵を生け捕りにすることだ敵を制圧して連行するのは殺すよりも難しいはずだ健闘を祈るああそれから誓いのことをくれぐれも忘れるな今回の任務は領主様に直接報告するんだ 漁師様に直接ですかああ、ついてきなさい。漁師様、任務を報告いたします。ご命令通り、敵を生け捕りにしてまいりました。ご苦労様でした。漁師様、僭越ながら、一つお伺いしたいことがございます。ラシャどうぞ。敵を生け捕りにするように命令されたのは、なぜでしょうかその理由が知りたかったのですかラシャ、君は。 私に永遠なる忠誠を誓いいましたねはい、君は忠誠の意味を吐き違えているようですね忠誠とは上の者から下された命令に謹んで従うことです任務の内容に疑問を抱くとは君には命令に従う気がないように見えます入隊した時に私に誓ったことを守れないのであれば今すぐにでもその制服を脱いでください とんでもございません今も領主様を心から尊敬していますですが漁師様忠誠を誓いますこれからも漁師様を心から尊敬し従いますうん。一体何をラシャ君たちは親衛隊の任務を遂行しながら多くの敵の命を奪いました何が君たちにそうさせたのでしょうかそれは領民たちの安全を守るために はい、そうです。大義を成すために、敵の首を切ったはずです。私も同じです。君たちが敵の命を奪ったことは、今の私の行為と何ら変わらないということなのです。自ら汚れ仕事を請け負う。それが、親衛隊の使命、すなわち、領主である私の使命でもあります。特別任務は今回が初めてで、きっと混乱したでしょう。 理解しますですが二度はないと思ってください君たちが私に誓った忠誠が嘘ではないことを祈ります今回の任務は領主様に直接報告するんだ領主様に直接ですかああついてきなさい領主様任務を報告いたしますご命令通り敵を生け取りにしてまいりましたご苦労様でした領主様僭越ながら 一つお伺いいいしたいことがございますラシャどうぞ敵を生け捕りにするように命令されたのはなぜでしょうかその理由が知りたかったのですか「ラシャ」「君は私に永遠なる忠誠を誓いましたね」「はい」「君は忠誠の意味を吐き違えているようですね」「忠誠とは上の者から下された命令に慎んで従うことです」「任務の内容に疑問を抱くとは」 君には命令に従う気がないように見えます。그것이충성입니다。入隊した時に私に誓ったことを守れないのであれば、今すぐにでもその制服を脱いでください。とんでもございません。今も領主様を心から尊敬しています。ですが。漁師様忠誠を誓いますこれからも漁師様を心から尊敬し、従います、うん、一体何をラサ君たちは、 親衛隊の任務を遂行しながら多くの敵の命を奪いました何が君たちにそうさせたのでしょうかそれは領民たちの安全を守るためにはいそうです大義をなすために敵の首を切ったはずです私も同じです君たちが敵の命を奪ったことは今の私の行為と何ら変わらないということなのです自ら汚れ仕事を請け負う それが親衛隊の使命すなわち領主である私の使命でもあります特別任務は今回が初めてできっと混乱したでしょう理解しますですが二度はないと思ってください君たちが私に誓った忠誠が嘘ではないことを祈りますお姉ちゃんん親衛隊続けたいいきなりどういうこと何か 間違っていると思う。何を言っているの親衛隊を辞める気だって、あんなのを見せられたのに、続けられるの隊長のお言葉、忘れたのもう後戻りはできないよ。漁師様の秘密を知ってしまった以上、生きて親衛隊から抜けることはできない。私は辞める。ラシャ、よく考えてお姉ちゃんの方こそよく考えてよ私たちが誓ったこと、もう忘れたの 強さよりも大切なのは、気持ちだって言ってたじゃない。そうだよ。漁師様を尊敬する気持ちと、領民たちを守りたいという気持ち、何一つ変わっていないよ。漁師様のおっしゃる通りだよ。誰かが請け負うべき任務だよ。領民たちのためなら。領民たちの安全を守りたいなら、領地を襲う敵を退治すればいいじゃない。どの道奪う命なら、 できるだけ利用するのも悪くない選択だと思う。カーリー、私はそんなことをしてまで、領民たちを守りたくないよ。彼らを生け捕りにして生命力を奪うのは、漁師の利欲なのよ。でもラシャ、漁師様は素晴らしいお方だよ。本気で、そう思っているの。私が憧れていた親衛隊は、こんなんじゃなかった。 今日見たことに何も感じないなら、お姉ちゃんにもがっかりだよ。ラシャお兄ちゃん。ん親衛隊、続けたい。いきなりどういうこと何か、間違っていると思う。何を言っている親衛隊を辞める気なのかだって、あんなのを見せられたのに、続けられるの隊長のお言葉、忘れた。もう後戻りはできないよ。漁師様の秘密を知ってしまった以上。 生きて親衛隊から抜けることはできない。私はやめる。ラジャよく考えてお兄ちゃんの方こそよく考えてよ私たちが誓ったこと、もう忘れたの強さよりも大切なのは、気持ちだって言ってたじゃないそうだよ。漁師様を尊敬する気持ちと、領民たちを守りたいという気持ち、何一つ変わっていないよ。漁師様のおっしゃる通りだ。誰かが受け負うべき任務だよ。 領民たちのためなら。領民たちの安全を守りたいなら、領地を襲う敵を退治すればいいじゃない。どの道奪う命なら、できるだけ利用するのも悪くない選択だと思う。カーリー、私はそんなことをしてまで、領民たちを守りたくないよ。彼らを生け捕りにして生命力を奪うのは、領主の利欲なのよ。でも、ラシャ、領地様は素晴らしいお方だよ。 本気で、そう思っているの私が憧れていた親衛隊はこんなんじゃなかった今日見たことに何も感じないならお兄ちゃんにもがっかりだよラシャ親衛隊をやめたいと親衛隊の特別任務を遂行してしまった以上生きたまま抜けることはできんもし処刑されるとしても。 誰かの私利私欲のために任務を遂行したくはありませんああ分かった隊長ドケカーリー君の妹が自ら選択した道だ私が責任を持って諭します絶対に外部に漏れることがないようにしますどうか命だけはいいだろうカーリー君に免じて一度チャンスを与えよう君の手で妹の翼を除去しろ ラシャの翼をもぎ取れということでしょうかもう殺してくださいお望みならラシャハハ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 カーリー君はとても優秀だよ君の決断と忠誠心を覚えておく親衛隊をやめたいと親衛隊の特別任務を遂行してしまった以上 生きたまま抜けることはできん。もし、処刑されるとしても、誰かの私利私欲のために任務を遂行したくはありませんああ、分かった。隊長ドケカーリー君の妹が自ら選択した道だ。私が、責任を持って悟します絶対に、外部に漏れることがないようにしますどうか、命だけをいいだろう。 カーリー君に免じて一度チャンスを与えよう君の手で妹の翼を除去しろラシャの翼をもぎ取れということでしょうかもう殺してくださいお望みならラシャ <laughs> <laughs> カーリー君はとても優秀だよ君の決断と忠誠心を覚えておく ラシ私渡したいものがあるのこれを翼はレフの象徴であって教授でもあるお姉ちゃんのおかげで命拾いしたけど私は二つの翼を失ってしまったの背中に生えていた魔力の翼そしてカーリー君という教授をねカーリーは私の自慢のお姉ちゃんだったお姉ちゃんが お父さんからチャクラムをもらったと知って、私も新しい武器を買ったの。お姉ちゃんのようになりたかったから。私、ずっとお姉ちゃんを真似てきたの。お姉ちゃんに憧れていたし、尊敬していたから。ラッしャでもね、カーリー。もうそんな気持ちは、跡形もなく消えてしまった。お姉ちゃんは私を救ったつもりでいるでしょうけど。 すべての教授を失った今日、私は死んだも当然だよ。仕方なかった。ラシャを救うために、そうするしかなかった。私は、最善の選択をしたんだ。それでよかったんだよ。カリー。ラシャ。渡したいものがあるの。これは翼はレフの象徴であって、教授でもある。お兄ちゃんのおかげで命拾いしたけど、 私は二つの翼を失ってしまったの。背中に生えていた魔力の翼。そして、カーリー。君という教授をね。カーリーは私の自慢のお兄ちゃんだった。お兄ちゃんが、お父さんからチャクラムをもらったと知って、私も新しい武器を買ったの。お兄ちゃんのようになりたかったから。私、ずっとお兄ちゃんを真似てきたの。お兄ちゃんに憧れていたし、 尊敬していたから。ラシャ。でもね、カーリー。もう、そんな気持ちは、後形もなく消えてしまった。お兄ちゃんは私を救ったつもりでいるでしょうけど、すべての教授を失った今日、私は死んだも当然だよ。仕方なかった。ラシャを救うために、そうするしかなかった。私は、最善の選択をしたんだ。それでよかったんだよ。 ラシャ、起きたもう一年も経ったじゃない。一度くらいは顔を見せてもらえないかな。ごめん、行ってくる。ラシャ、起きたもう一年も経ったじゃないか。一度くらいは顔を見せてもらえないかな。ごめん、行ってくる。ラシャ、起きてる今日ね、隊長の副官に任命されたの。祝ってほしいなんて思ってもいないよ。ただ、報告がしたかっただけ。 いつか顔を見せてくれるよね。もうすぐ私たちの誕生日じゃない。一昨年の誕生日は本当に幸せだったのに。君とお揃いのスカーフを巻いてさ、初めてのお揃いだったからね。色違いだけど、同じスカーフを身につけて、私たちが双子の姉妹だってみんなに分かってもらえて、それがすごく嬉しかった。本当に、幸せな誕生日だった。去年の誕生日は、 二人とも親衛隊の任務で忙しかったよね。何もせずに過ごしたのが心残りで。今年こそは、今年こそは、一緒に誕生日を過ごしたい。おやすみ、ラシャ。ラシャ、起きてる今日、隊長の副官に任命されたんだ。祝ってほしいなんて思ってもいないよ。ただ、報告がしたかっただけ。いつか。顔を見せてくれるよね。もうすぐ。 私たちの誕生日じゃないか。一昨年の誕生日は本当に幸せだったのに。君とお揃いのスカーフを巻いてさ、初めてのお揃いだったからね。色違いだけど、同じスカーフを身につけて、私たちが双子の兄弟だってみんなに分かってもらえて、それがすごく嬉しかったんだ。<laughs> 本当に幸せな誕生日だった。去年の誕生日は、 二人とも親衛隊の任務で忙しかったよね。何もせずに過ごしたのが心残りで。今年こそは、今年こそは、一緒に誕生日を過ごしたい。おやすみ、あさ。ャ。隊長、お呼びでしょうかカーリー、非常に重要な任務だ。は、隊長、ご命令を。過去に君くらい早い者がいたと話したのを覚えているか覚えています。それが誰なのかは教えていただけませんでした。 そのものはターシャという女だった平民だったにもかかわらず強かった魔力を持っていたのですかいや魔力はなく体術に長けていただけだ司祭顔負けだったな司祭顔負けの平民その女は反乱分子だった弱い司祭を狙ってシャマンを繰り返し自分の力をひけらかしたそして 平民でも司祭に勝てる身分制度を廃止するべきだと主張した私は社会の秩序のためにその女を排除しようと考えたがしなかった死んでしまったからな女はある日突然姿を消したそして間もなく彼女が子供を授かったという噂が広まったそれから一年が過ぎ女は再び現れた 遺体となってな。って子供も生まれてすぐに死んだらしい彼女の夫は一般市民だった子供も死亡したということから刑が科されることもなかったそうやって女の存在は人々の記憶から忘れられた数日前にその女の仲間が捕まるまではな妙な噂を広めて町をかき乱す者が捕まったというからどんなやつか見に行ったら。 <laughs> なんとその女の仲間だったんだ捕まった者の名はキナンターシャは平民でありながらも強い力を持つ存在だったのだがキナンはターシャを盾にして司祭たちを批判するような輩だったターシャの死亡後キナンも目立った行動を見せなかったそれまでおとなしくしていたのにどうして突然先導を始めたのでしょうかエリモスアネトリョンビニが言ったハド君 我が領地内に突然変異者がいるんだとか突然変異者魔力を持つ平民がいるということでしょうかそれは誰のことですか隊長お呼びでしょうかカーリー非常に重要な任務だはっ隊長ご命令を過去に君くらい早い者がいたと話したのを覚えているか覚えていますそれが誰なのかは教えていただけませんでしたその者はターシャという女だった 平民だったにもかかわらず強かった魔力を持っていたのですかいや魔力はなく体術に長けていただけだ司祭顔負けだったな司祭顔負けの平民その女は反乱分子だった弱い司祭を狙ってシャマンを繰り返し自分の力をひけらかしたそして平民でも司祭に勝てる 身分制度を廃止するべきだと主張した私は社会の秩序のためにその女を排除しようと考えたがしなかった死んでしまったからな女はある日突然姿を消したそして間もなく彼女が子供を授かったという噂が広まったそれから1年が過ぎ女は再び現れた遺体となってな 子供も生まれてすぐに死んだらしい。彼女の夫は一般市民だった。子供も死亡したということから、刑が科されることもなかった。そうやって、女の存在は人々の記憶から忘れられた。数日前にその女の仲間が捕まるまではな。妙な噂を広めて街をかき乱す者が捕まったというから、どんな奴か見に行ったら、 <laughs> なんとその女の仲間だったんだ捕まった者の名はキナンターシャは平民でありながらも強い力を持つ存在だったのだがキナンはターシャを盾にして司祭たちを批判するような輩だったターシャの死亡後キナンも目立った行動を見せなかったそれまでおとなしくしていたのにどうして突然先導を始めたのでしょうかエリモスアネトリョンビャニが言ったハド君 我が領地内に突然変異者がいるんだとか突然変異者魔力を持つ平民がいるということでしょうかそれは誰のことですかあの女が産んだ子供は誰だ名前を言えばいいそうすれば命だけは勘弁してやる本当なのか自分の命は惜しいようだな言ったところで命が助かるとは思えないな司祭は卑劣な奴らだからそうか なら選べ吐いてから苦しむことなくあの世へ行くか吐かずに地獄を見るか魔力なんか怖くないライアンはっ漁師様あなたは何のために秘密を守ろうとするのですか質問の意図が読めないな善意大義それとも道徳心何があなたをそうさせたのか聞いているのですはは <laughs> そんなことが気になるの魔力持ちのやつらは何考えてるのかわからないな無ーな特に意図はありませんよ私は好奇心が強いのでね善意大義道徳心どれもだよでもそういうのに命を懸けるなんてことはしないと決めたんだ義理ということにしておく義理ですかでは あなたの中からギリが消えれば解決するでしょうやめなんてことをさあもう一度聞きます突然変異者の名前は名前は知らないターシャの子供だターシャ生まれた子供が魔力を持っていたから死んだと偽装しただけターシャの子供はあの女が産んだ子供は誰だ 名前を言えばいいそうすれば命だけは勘弁してやる本当なのか自分の命は惜しいようだな言ったところで命が助かるとは思えないな司祭は卑劣な奴らだからそうかなら選べ吐いてから苦しむことなくあの世へ行くか吐かずに地獄を見るか魔力なんか怖くないライアンはっ漁師様 あなたは何のために秘密を守ろうとするのですか質問の意図が読めないな善意大義それとも道徳心何があなたをそうさせたのか聞いているのです <laughs> そんなことが気になるの魔力持ちの奴らは何考えてるのかわからないな無礼な特に意図はありませんよ私は好奇心が強いのでね善意 大義道徳心、どれもだよでもそういうのに命を懸けるなんてことはしないと決めたんだ義理ということにしておく義理ですかではあなたの中から義理が消えれば解決するでしょうやめなんてことをさあもう一度聞きます突然変異者の名前は名前は知らない ターシャ生まれた子供が魔力を持っていたから死んだと偽装しただけターシャの子供は今も生きているターシャという女の子供が突然変異者ということでしょうかああ死んだと思われていたあの女の子供が生きていたんだよしかも魔力を持ったままな あの女と同じような人間がのさばるのを見過ごすわけにはいかんターシャの子供を特定するのだ今も生きているターシャという女の子供が突然変異者ということでしょうかああ死んだと思われていたあの女の子供が生きていたんだよしかも魔力を持ったままなあの女と同じような人間がのさばるのを見過ごすわけにはいかんターシャの子供を特定するのだ 司祭様いらっしゃいませどうされましたかあ、そういえば、司祭様。隣にいらっしゃる方は、あなたのお母様でしょうかああ、はい。司祭様のお目にかかるのは初めてですね。母さん、挨拶してください。アナン様のお子様です。ああ、はじめまして、司祭様。アナン様の子供なら、あの子の双子の兄弟かね。母さん、その話は、また今度。 武器をお求めでしょうかどなたがお使いになるものですか違うんです私はあなたたちを逮捕しに来ました司祭様抵抗しないでください司祭様いらっしゃいませどうされましたかあそういえば司祭様隣にいらっしゃる方はあなたのお母様でしょうかああはい司祭様のお目にかかるのは初めてですね母さん 挨拶してください。アナン様のお子様ですああ初めまして司祭様アナン様の子供ならあの子の双子の兄弟かね母さんその話はまた今度武器をお求めでしょうかどなたがお使いになるものですか違うんです私はあなたたちを逮捕しに来ましたな司祭様抵抗しないでください尋問を始めますカーリー 君は外してくれ。え騒がしくなるかもしれない。誰も通すな。承知しました。司祭様何かの間違いではありませんか私たちは平凡な武器屋です。罪を犯した覚えはありません罪を犯した覚えがないとはい。全く心当たりがありません。まさかターシャの家族という理由だけで高貴なる司祭様が、そんな理由で罪のない領民を逮捕したりはしないでしょう 高 <laughs> なる。そうだな貴様に罪はないいやないと思っていた突然変異者に宿る魔力は不純な魔力だと認識しているだろう貴様子供が一人いるそうだな生後すぐに亡くなりました死んだはい死亡届も出しました確認してみてください

子供は、あの夜、死にました。は <laughs> は <laughs> 口を割らないと言うなら、死んだ女房のところに行かせてやろう。ああ、司祭様、司祭様。私めが全てお話しします。ですから、お願いします。そう来なくては。ターシャが、魔力を持つ子供を授かったというのは、事実でございます。 生まれた子供に翼が生えていたので、好意司祭の方にその子を預けました。母さん。その司祭の名はアナンアナン様でございます。子供の名は名前までは知りません。とぼけるな本当でございますライアン様。子供を養子に出した後。 花様と交流をしたのは息子だけですので私めは顔も名前も知りません知らずに生きた方がいいと思ったからですなら貴様の息子に吐いてもらうしかないなお待ちください子供が誰なのかわかる方法なら知っています方法 話せターシャの形見を持っているはずです形見<塊>子供が成人になる誕生日にターシャの形見をプレゼントしたとその形見とは何だターシャの文様があしらわれた尋問を始めますカーリー君は外してくれえ騒がしくなるかもしれない誰も通すな承知しました司祭様 何かの間違いではありませんか私たちは平凡な武器屋です。罪を犯した覚えはありません。罪を犯した覚えがないとはい。全く心当たりがありません。まさか、ターシャの家族という理由だけで、高貴なる司祭様が、そんな理由で罪のない領民を逮捕したりはしないでしょう。はっはっ。高貴なる。そうだな。貴様に罪はない。 いやないと思っていた突然変異者に宿る魔力は不純な魔力だと認識しているだろう貴様子供が一人いるそうだな生後すぐに亡くなりました死んだはい死亡届も出しました確認してみてください妻が亡くなった日生まれた子供もぶっガああ ジャードぴょんサジェデレポールバデミアぴょんアローネリモシエソサラワスニこれまで司祭たちに守られ領地内で平和に暮らしてきたのだこんな痛みは初めてだろうどうだ話す気になったか <laughs> 先ほど申し上げた通りでございます子供はあの夜死にましたははっ 口を割らないと言うなら、死んだ女房のところに行かせてやろう。ああ司祭様司祭様私めがすべてお話ししますですから、お願いしますそう来なくては。ターシャが魔力を持つ子供を授かったというのは、事実でございます生まれた子供に翼が生えていたので、高位司祭の方にその子を預けました <laughs> 母さん。その司祭の名は。花、花様でございます。子供の名は。名前までは、知りません。とぼけるなほ、本当でございます、ライアン様。子供を養子に出した後、花様と交流をしたのは、息子だけですので、私めは。 顔も名前も知りません。知らずに生きた方がいいと思ったからです。なら、貴様の息子に吐いてもらうしかないな。お待ちください子供が誰なのか、わかる方法なら知っています。方法話せ他ターシャの形見を持っているはずです。形見 子供が成人になる誕生日にターシャの形見をプレゼントしたとその形見とは何だターシャの文様があしらわれた名前はわかりましたかいやだが手がかりを得たそうですか隊長どうされましたか君の妹もこんなスカーフを巻いていたなはいそうですそれが何か領主様のところに行く 君は彼らを監視している承知しました名前は分かりましたかいやだが手がかりを得たそうですか隊長どうされましたか君の妹もこんなスカーフを巻いていたなはいそうですそれが何か領主様のところに行く君は彼らを監視している承知しました司祭様司祭様あなたはアナ様のお子様でしょう お願いします。助けてください。心配しないでください。罪のない領民の命を奪うことはありません。すべて白状してください。そうすれば。すべて話しました生まれた子供は、司祭様に預けたと。ですから、司祭様、お願いです。みっともないですね。あなたたちはもう用済みです。副官何の罠だ 漁師様の邪魔をするな領主様それは一体どういうことですかカーリ私は大丈夫です。続けてください。彼らは全てを白状したと言っています。はい。それは事実です。なら、解放するべきではないでしょうか。どうしてですか尋問するために逮捕したはずでは。情報を聞き出せたのなら、罪のない領民は解放するべきです。罪のない領民の場合はね。 ですが君は何か大きな勘違いをしています彼らは罪のない領民なんかではありません突然変異者が生まれた事実を隠蔽した罪人どもですそれは重罪です突然変異は罪の象徴君も分かっているでしょうですが全て白状したではないですかあの人たちは異種族ではなく我が領地の民なのです 突然変異者を隠蔽した者は我が領地の民ではありません。どうしてまだわかりませんか。突然変異は悪。彼らは悪を隠蔽した。これは重罪にあたる。罪人は処刑するのみ。難しくないはずですが。そもそも突然変異の不純な魔力とは一体何なのですかあの人たちは悪くありません。 我が子を守ろうとした平凡な領民たちなのです君は突然変異の何がいけないのかすら理解していないようですね平民が魔力を持っていても問題ないと考えているのですかそういうわけでは私はただ司祭様司祭様あなたはアナ様のお子様でしょうお願いします助けてください心配しないでください 罪のない領民の命を奪うことはありません。すべて白状してください。そうすれば。すべて話しました生まれた子供は、司祭様に預けたと。ですから、司祭様、お願いです。みっともないですね。あなたたちはもう用済みです。副官何の丸だ漁師様の邪魔をするな漁師様、それは一体どういうことですか カーリー私は大丈夫です。続けてください。彼らは全てを白状したと言っています。はい。それは事実です。なら、解放するべきではないでしょうか。どうしてですか尋問するために逮捕したはずでは情報を聞き出せたのなら、罪のない領民は解放するべきです。罪のない領民の場合はね。ですが、君は何か大きな勘違いをしています。彼らは、 罪のない領民ない民んんかではありません突然変異者が生まれた事実を隠蔽した罪人どもですそれは重罪です突然変異は罪の象徴君も分かっているでしょうですが全て白状したではないですかあの人たちは異種族ではなく我が領地の民なのです突然変異者を隠蔽した者は我が領地の民ではありませんどうして まだわかりませんか突然変異は悪彼らは悪を隠蔽したこれは重罪にあたる罪人は処刑するのみ難しくないはずですがそもそも突然変異の不純な魔力とは一体何なのですかあの人たちは悪くはありません我が子を守ろうとした平凡な領民たちなのです君は 突然変異の何がいけないのかすら理解していないようですね平民が魔力を持っていても問題ないと考えているのですかそういうわけでは私はただカーリー帰りが遅くて心配していたぞお父さん相談したいことがあります浮かない顔だな城で何かあったのかそれがラシャの問題かい,いえそうじゃなくて 今日親衛隊の任務遂行中に悲惨な光景を目撃しました何があったか話してくれ実はそのようなことがどうして罪のない領民をカーリーよく聞けお前はこれから領地を出てなるべく遠い場所に移住するんだえ親衛隊に辞表を出さなくてもいい直ちに逃げろそうすればお前は助かるでも ラシャは私が親衛隊を辞めたら、何も言わずにいなくなってしまったら、お父さんとラシャに迷惑をかけることになります。ラシャが心配なんです。ラシャにはもう、翼がないから。漁師たちにとって、翼のないラシャの存在価値は、あの平民たちと変わらないはず。お父さんも知っているでしょう。漁師たちがどれだけ多くの命を奪ってきたのかラシャを置き去りにして逃げることはできません。 私はあの子の姉なんですお前の言う通りだカーリーお前はあの子の姉だ私はお前たちの父で私たちは家族だ全員でここを離れよう身分を隠して暮らせる場所がきっとあるはずだでも私のせいでお父さんを巻き込むわけには家族だろはい私たちは家族わかりました 《お父さん》《シャには私から話しておきます》カーリー帰りが遅くて心配していたぞお父さん相談したいことがあります浮かない顔だな城で何かあったのかそれがラシャの問題かい,いえそうじゃなくて今日親衛隊の任務遂行中に悲惨な光景を目撃しました何があったか話してくれ》 実はそのようなことがどうして罪のない領民をカーリーよく聞けお前はこれから領地を出てなるべく遠い場所に移住するんだえっ親衛隊に辞表を出さなくてもいい直ちに逃げろそうすればお前は助かるでもラシャは私が親衛隊を辞めたら何も言わずにいなくなってしまったらお父さんとラシャに。 迷惑をかけることになります。ラシャが心配なんです。ラシャにはもう、翼がないから。漁師たちにとって、翼のないラシャの存在価値は、あの平民たちと変わらないはず。お父さんも知っているでしょう漁師たちがどれだけ多くの命を奪ってきたのか。ラシャを置き去りにして逃げることはできません。私は、あの子の兄なんです。お前の言う通りだ、カーリー。お前はあの子の兄だ。 私はお前たちの父で、私たちは家族だ。全員でここを離れよう。身分を隠して暮らせる場所が、きっとあるはずだ。でも、私のせいで、お父さんを巻き込むわけには。家族だろはい。私たちは、家族。わかりました。お父さん、ラシャには私から話しておきます。ラシャ、大事な話がある。少し、話さない。 本当に大事な話だよ。ねえ、今日、漁師様が平民たちの命を奪うところを目撃した。私の知っている漁師様は、すべての領民を愛する慈悲深い方だった。でも、まだ子供だった私たちを助けてくれた漁師様と今日の漁師様は、まるで別人だった。突然変異の子供が生まれたことを隠したという理由だけで、彼らは殺された。 悲惨な光景だった。漁師様が彼らの生命力を吸い取ったんだ。私はそれを目の当たりにしながら、何もできなかった。ラシャ。彼らを漁師様のところに連れて行ったのは私だよ。あの日、君の選択は正しくて、私の選択は間違っていたんだ。どうか、私にチャンスをくれない。扉を開けて、お願い。ラシャ すでに起きてしまったことは、どうしようもないと思っているの。だから、一瞬一瞬の選択が大事なの。でも、これからどうするつもりなのか、聞いてあげる。カーリーは、私のお姉ちゃんだから。ナシャ、大事な話がある。少し、話さない。本当に大事な話だよ。ね今日、漁師様が。 平民たちの命を奪うところを目撃した。私の知っている漁師様は、すべての領民を愛する、慈悲深い方だった。でも、まだ子供だった私たちを助けてくれた漁師様と、今日の漁師様は、まるで別人だった。突然変異の子供が生まれたことを隠したという理由だけで、彼らは殺された。悲惨な光景だった。漁師様が、 彼らの生命力を吸い取ったんだ。私はそれを目の当たりにしながら、何もできなかった。ラシャ、彼らを漁師様のところに連れて行ったのは、私だ。あの日、君の選択は正しくて、私の選択は間違っていたんだ。どうか、私にチャンスをくれないか、扉を開けて、お願い、ラシャ。すでに起きてしまったことは、 どううしようもないいと思っているのだから一瞬一瞬の選択が大事なのでもこれからどうするつもりなのか聞いてあげるカーリーは私のお兄ちゃんだからこれで片付いたようです、はああ皆復帰せよ後始末は私に任せておけラシャがターシャの子供でしょう根拠はターシャの形見を身につけているとのことでしたその形見には ターシャの文様があしらわれているそうですがカーリーのスカーフには文様がありませんそしてターシャの家族を逮捕したのはカーリーですもしカーリーがターシャの子供だったのなら逮捕せずに逃がしたはずです部下をかばっているわけではありませんカーリーは自分の家族を大切にしている子です何よりターシャの家族もカーリーを認知していなかったではないですか 子供はとある行位司祭に預けたと助けてほしいと涙で訴えていました最後にカーリーは忠実なものですそれに対しラシャは親衛隊員になるのを拒んだ裏切り者ですどちらが反乱分子の血を受け継いだかは一目瞭然でしょう一理ありますねただしカーリーをまだ容疑者から除外しないでくださいはい領主様 これでで片付いたようですああ皆復帰せよ後始末は私に任せておけラシャがターシャの子供でしょう根拠はターシャの形見を身につけているとのことでしたその形見にはターシャの文様があしらわれているそうですがカーリーのスカーフには文様がありませんそしてターシャの家族を逮捕したのはカーリーですもしカーリーがターシャの子供だったのなら 逮捕せずずに逃がしたはずです部下をかばっているわけではありませんカーリーは自分の家族を大切にしている子です何より他ーシャの家族もカーリーを認知していなかったではないですか子供はとある皇位司祭に預けたと助けてほしいと涙で訴えていました最後にカーリーは忠実なものですそれに対し ラシャは親衛隊員になるのを拒んだ裏切り者ですどちらが反乱分子の血を受け継いだかは一目瞭然でしょう一理ありますねただしカーリーをまだ容疑者から除外しないでくださいはい領主様ダイヤン何の用ですか父も姉も出かけていて今ここにはいません用があるなら後日 <laughs> 話して息が…やっ やっぱり貴様だったのか <laughs> な何の真似ですか翼を残しておくべきだったな <laughs> 突然変異の力いつも気になっていたんだよ直接確かめることができず非常に残念だ一体何の話をしているんですかこの家から出て行ってくださいマシャおかしいと思わなかったか 貴様も知っているだろう。魔力は受け継がれるものだ。そして貴様の父、アナンは、この領地で領主様の次に強い。何が言いたいんです貴様はアナンの実の娘ではない。何を根拠に、そんなデタラメを。貴様の実の母の名はターシャ。平民で、貴様のようなはみ出し者だった。ああ。 やっと思い出したよそのスカーフあの女が動くたびになびいていた目障りだったんだよこのスカーフがターシャという女のものだということですかハハハハ母親を呼び捨てかああそうだよそしてそのスカーフを貴様に渡したものが貴様の実の父親だその人は 私の実の父という人は今どこにいますか貴様の父親とも知らずカーリーが俺に差し出したすでにこの世の人ではないでしょうねアナンとカーリーのことを考えろおとなしくついてこいまさかそのスカーフが自分のものではないと白を切るつもりではないだろうなこのスカーフは私のものです私の家族が 私にプレゼントしてくれたものですからアラン様大変ですどうしたラシャ様がラシャ様が連れていかれました何だと一体誰がラシャをそれがダイヤン何の用ですか父も兄も出かけていて今ここにはいません用があるなら後日 <laughs> 話してい息がやっぱり貴様だったのか <laughs> 何ですか翼を残しておくべきだったな<え>突然変異の力いつも気になっていたんだよ直接確かめることができず非常に残念だ一体何の話をしているんですかこの家から出て行ってくださいマーシャおかしいと思わなかったか貴様も知っているだろう 魔力は受け継がれるものだそして貴様の父アナンはこの領地で領主様の次に強い何が言いたいんです貴様はアナンの実の娘ではない何を根拠にそんなデタラメを貴様の実の母の名はターシャ平民で貴様のようなはみ出し者だったああやっと思い出したよそのスカーフ あの女が動くたびになびいていた、目障りだったんだよ。このスカーフが、ターシャという女のものだということですか <laughs> 母親を呼び捨てかああ、そうだよ。そしてそのスカーフを貴様に渡したものが貴様の実の父親だ。その人は、私の実の父という人は、今どこにいますか 貴様の父親とも知らずカーリーが俺に差し出したすでにこの世の人ではないでしょうねアナンとカーリーのことを考えろおとなしくついてこいまさかそのスカーフが自分のものではないとしらを切るつもりではないだろうなこのスカーフは私のものです私の家族が私にプレゼントしてくれたものですからアナン様大変です どうしたラシャ様がラシャ様が連れていかれました何だと一体誰がラシャをそれがライアンアナン久しぶりだな私の娘はどこだ娘お前が育てた娘のことか自分の目で確かめてみるといい領主様が待っておられるぞアナンどうしてこの子が突然変異者は罪人ですあなたも知っているでしょう 翼は除去されていますがもしものためですこの子を黙って育てたのも重罪あなたにも罪を償ってもらいますただあなたの実の娘カーリーの中心をないがしろにするわけにもいかずフん悩ましいですねライアンアナン久しぶりだな私の娘はどこだ娘 お前が育てた娘のことか、自分の目で確かめてみるといい。領主様が待っておられるぞ。アナン、どうして、この子が。突然変異者は罪人です。あなたも知っているでしょう。翼は除去されていますが、もしものためです。この子を黙って育てたのも重罪。あなたにも罪を償ってもらいます。ただ、あなたの実の息子を、 カーリーの中心をないがしろにするわけにもいかずフん悩ましいですね隊長任務を完遂しただいま復帰いたしました任務を報告いたしますカーリー今のうちに話した方がいいだろう何をですか先日尋問した武器商人のことを覚えているかもちろんです心して聞け君の妹は その武器商人の実の娘だったそれはどういう君も知っているだろう平民の身分で魔力を宿してしまった者の末路を殺すしかなかった殺すしかなかったラシャを殺したというのですかアナンもあの子を隠して育てた罪に問われたが領主様が君に免じて命だけは助けてくださるだろう 今領主様と話し合い中だ何をおっしゃっているんですかラシャは私の妹なんです声が大きいにわかには信じがたいだろう理解するよ君は妹を大切にしていたからだが動かぬ証拠があったんだ証拠とは一体何なのですかスカーフ君の妹のスカーフはターシャの形見だったんだスカーフ 武器商人からのプレゼントだったらしいな実の母親の形見だから子供に渡したかったのだろうそれが子供の命を奪うことになるとは夢にも思わずになありえないあのスカーフが君の妹が白状したんだ血がつながっていないとはいえ父と姉への恩返しがしたかったのだろう気持ちを整理する時間を与えるしばらく自宅で休むといい これ式のことで動揺するな、カーリー。俺が君をどれだけ信頼しているか、分かっているだろう。いや、ライアン。あんたの思い違いだよ。なんだとあのスカーフは私のだ。武器商人が、シャードが私にプレゼントしてくれたんだ。スカーフがターシャの子供である証拠なら、私が彼女の娘なんだ隊長、任務を完遂し。 ただいま復帰いたしました》任務を報告いたしますカーリー今のうちに話した方がいいだろう何をですか先日尋問した武器商人のことを覚えているかもちろんです心して聞け君の妹はその武器商人の実の娘だったそれはどういう君も知っているだろう平民の身分で魔力を宿してしまった者の末路を 殺すしかなかった殺すしかなかったラシャを殺したというのですかアナンもあの子を隠して育てた罪に問われたが領主様が君に免じて命だけは助けてくださるだろう今領主様と話し合い中だ何をおっしゃっているんですかラシャは私の妹なんです声が大きいにわかには信じがたいだろう 理解するよ。君は妹を大切にしていたからだが動かぬ証拠があったんだ証拠とは一体何なのですかスカーフ君の妹のスカーフはターシャの形見だったんだスカーフ武器商人からのプレゼントだったらしいな実の母親の形見だから子供に渡したかったのだろう それが子供の命を奪うことになるとは夢にも思わずになあ,ありえないあのスカーフか君の妹が白状したんだ血がつながっていないとはいえ父と兄への恩返しがしたかったのだろう気持ちを整理する時間を与えるしばらく自宅で休むといいこれ式のことで動揺するなカーリー 俺が君をどれだけ信頼しているか分かっているだろう。いや、ライアン。あんたの思い違いだよ。なんだとあのスカーフは、私のだ。武器商人が、チャードが、私にプレゼントしてくれたんだ。スカーフがターシャの子供である証拠なら、私が、彼女の息子なんだ やめろカーリーおしゃ君の父君まで殺める気はありませんただし罪を犯したので好意司祭のままというわけにもいきません魔力を除去しますそうはさせない愚かなアナンを救いたければ君とこんなに間近で見つめ合うのは初めてですねカーリー君からは。 とても異質な魔力が感じられます。<laughs> <laughs> ライアン、しくじったか。お前がターシャの娘だったのか。逃げろ、カーリー <laughs> お父さん、置いていくわけには。ラシャの死が、無駄にならないように生きろ。私の娘よ。 やめろカーリー。あっしゃ。君の父君まで殺める気はありません。ただし、罪を犯したので、行為司祭のままというわけにもいきません。魔力を除去します。そうはさせない。愚かな。アナンを救いたければ、君とこんなに間近で見つめ合うのは、初めてですね。カーリー。君からは。

夜風は体に悪いですよ。お気遣いありがとうございます。ですが、今回の戦いで多くの戦力を失った状態ですし、何より、連合が介入すると、エレブとエリモスの戦争に発展してしまうでしょう。お気持ちだけで十分です。あの者は、自分の手で始末したいです。シグナス様、夜風は体に悪いですよ。お気遣いありがとうございます。ですが、今回の戦いで、 多くの戦力を失った状態ですし何より連合が介入するとエレブとエリモスの戦争に発展してしまうでしょうお気持ちだけで十分ですあの者は自分の手で始末したいです久しぶりですねカーリーヒプシロン人々は君を診察者と呼んでいるようですね超越者を殺した平民か <laughs> 私の命も奪えますか <coughs> 多くの命を奪ってきたことに罪悪感はないのか罪悪感 <laughs> カーリー君はアリを踏みつぶす時も罪悪感を覚えるのですか私はまだここで死ぬ運命ではありませんまた会いましょうあの方がお望みの時にあの方久しぶりですねカーリーイプシロ 人々は君を診察者と呼んでいるようですね。超越者を殺した平民か。<laughs> 私の命も奪えますか <laughs> 多くの命を奪ってきたことに罪悪感はないのか罪悪感 <laughs> カーリー、君はアリを踏みつぶすときも罪悪感を覚えるのですか 私はまだここで死ぬ運命ではありませんまた会いましょうあの方がお望みの時にあの方ここは逃走中にたまたまたどり着いただけだあなた達たに害を及ぼすつもりはないエリモスでの出来事を話した生への執着だけでここに流れ着いた理由はただ一つ復讐のためだここは逃走中にたまたまたどり着いただけだ あなたたちに害を及ぼすつもりはない。エリモスでの出来事を話した。生への執着だけで、ここに流れ着いた。理由はただ一つ。復讐のためだ。ここが私が生まれた場所。変な気分だ。かなり時間が経ったのに、まだ子供用ベッドが置いてある。まるでここは、私が生まれた日のまま時が止まっているようだ。 ナイルが話していたものを探してみようこれはお父さんの血だターシャへアナンだ助けてくれたお礼にお金を同封したのだが不快な思いをさせてしまって申し訳ないあの日君が差し伸べてくれた手があまりにも意外でそしてありがたかった司祭たちの間で君の良い噂は聞かないから好意司祭である私を 助けてくれるとは思わなかった。実は、妻が既得だ。あの絶壁に咲いた神秘的な花の根を煎じて飲むと、病を治せるという噂を聞いた。信憑性に欠ける話だったが、藁にもすがる思いだった。もしあの時、君がいなかったら、私は今頃、君にどうしても恩返しがしたい。必要なものがあれば、 遠慮せず言ってくれアナンよりターシャへアナンだ妊娠おめでとうありがたいことに私の妻も子を授かっている奇跡のような話だまだ病は感知していないが妻は子供が生まれるのを心待ちにしている君の子供と同じ時期に生まれるだろう君の子供は君に似てきっと明るくてたくましい子になると思う 子供用ベッドは君へのプレゼントではなく生まれてくる子供へのプレゼントだ君の子供がうちの子の友達になってくれると嬉しいたとえ身分は違えどきっと良い友達になれるはずだ君と私がそうだったようにアナンよりジャードへアナンだ変わりないかカーリーは元気だ会いたいだろうに一度も顔を出してくれないのだなカーリーは母親に似て 足がとても速いんだ、面白いことにラシャも姉に追いつけるように頑張っているそうラシャも足が速い血がつながっていなくても兄弟は似るものなのか私の妻は亡くなってしまったがラシャとカーリーはお互いに支え合いながら元気に育っているこの手紙を書いた理由は カーリーが使う武器を頼むためだ。カーリーの足はどんどん速くなっている。最近は動きが速すぎるがゆえに剣を落とすこともしばしばある。なので、剣より軽くて投げやすい武器を用意してもらいたい。そして何より、カーリーの顔を君に見せたいんだ。一度だけでもいい。成長した姿を見てもらいたい。 数日後のカーリーの誕生日に君の店を訪ねるアナンよりここが私が生まれた場所変な気分だかなり時間が経ったのにまだ子供用ベッドが置いてあるまるでここは私が生まれた日のまま時が止まっているようだナイルが話していたものを探してみようこれはお父さんの地だターシャへアナンだ 助けてくれたお礼にお金を同封したのだが、不快な思いをさせてしまって申し訳ない。あの日、君が差し伸べてくれた手があまりにも意外で、そしてありがたかった。司祭たちの間で君の良い噂は聞かないから、高位司祭である私を助けてくれるとは思わなかった。実は、妻が既得だ。あの絶壁に咲いた、 神秘的な鼻の根を煎じて飲むと、病を治せるという噂を聞いた。信憑性に欠ける話だったが、藁にもすがる思いだった。もしあの時、君がいなかったら、私は今頃、君にどうしても恩返しがしたい。必要なものがあれば、遠慮せず言ってくれ。アナンより、ターシャへ、アナンだ。妊娠おめでとう。ありがたいことに。 私の妻も子を授かっている。奇跡のような話だ。まだ病は感知していないが、妻は子供が生まれるのを心待ちにしている。君の子供と同じ時期に生まれるだろう。君の子供は、君に似て、きっと明るくてたくましい子になると思う。子供用ベッドは君へのプレゼントではなく、生まれてくる子供へのプレゼントだ。君の子供が、 うちの子の友達になってくれると嬉しいたとえ身分は違えどきっと良い友達になれるはずだ君と私がそうだったようにアナンよりジャードへ、アナンだ変わりないかカーリーは元気だ会いたいだろうに一度も顔を出してくれないのだなカーリーは母親に似て足がとても速いんだ面白いことにラシャも姉に追いつけるように頑張っている そう。ラシャも足が速い。血が繋がっていなくても、兄弟は似るものなのか。私の妻は亡くなってしまったが、ラシャとカーリーは、お互いに支え合いながら、元気に育っている。この手紙を書いた理由は、カーリーが使う武器を頼むためだ。カーリーの足はどんどん速くなっている。最近は、 動きが速すぎるがゆえに剣を落とすこともしばしばあるなので剣より軽くて投げやすい武器を用意してもらいたいそして何よりカーリーの顔を君に見せたいんだ一度だけでもいい成長した姿を見てもらいたい数日後のカーリーの誕生日に君の店を訪ねるアナンより変わらぬ愛で私を育ててくれたお父さん いつも遠くで私を見守ってくれていたジャード私を産んでくれたターシャたった一人の妹ラシャそして平民であるだけで命を奪われた多くの人のために必ず復讐する変わらぬ愛で私を育ててくれたお父さんいつも遠くで私を見守ってくれていたジャード私を産んでくれたターシャたった一人の妹ラシャそして 平民であるだけで命を奪われた多くの人のために必ず復讐するカイン様は何をも吸い取る力を持つイプシロンに興味がおありだそうですその人物は何を吸い取っているイプシロンは自分の手で直接吸い取っていた何かを吸い取ったのならイプシロン本人も影響を受けていると思うすぐに他の場所に移して保管したとしても彼の体内に短時間滞在していたはず 奴が死を覚悟して誰かを救うありえない話だ。イプシロンは生命力や魔力のようなものを吸い取っていたから、神王に立ち向かう最強者になることが目的だと思っていたのに。もし、その人物とイプシロンが同一人物なら、人から何かを吸い取るのは、不老不死や強くなることが目的ではないのかもしれない。まだ断定はできない状態だね。ナイル、 引き続き情報を集めてほしい承知しましたカーリー様カイン様は何をも吸い取る力を持つイプシロンに興味がおありだそうですその人物は何を吸い取っているあイプシロンは自分の手で直接吸い取っていた何かを吸い取ったのならイプシロン本人も影響を受けていると思うすぐに他の場所に移して保管したとしても彼の体内に短時間滞在していたはず奴が 死を覚悟して誰かを救うビッキア・リ両にニきキア。イプシロンは、生命力や魔力のようなものを吸い取っていたから、神王に立ち向かう最強者になることが目的だと思っていたのに、もし、その人物とイプシロンが同一人物なら、人から何かを吸い取るのは、不老不死や、強くなることが目的ではないのかもしれない。まだ断定はできない状態だね。ナイル、引き続き情報を集めてほしい。承知しました。 カーリー様行行っっっててくる行ってらっしゃいませカーリーリ様はあくまでも助っ人の立場であることをくれぐれもお忘れなきよ助っ人の立場そうだね私は彼らを自分の復讐に利用するつもりで連合に参加したエリモスを離れてから一瞬たりとも忘れたことはない家族の復讐のためにイプシロンを断罪するために私は生き残ったんだとそれが 私の宿命だと。でもナイル、ゆうべ、ラシャならどうしたんだろうと考えてみた。ラシャなら、全身全霊でこの人たちの世界を守ったんだろうな。ただひたすら前に進む私と違って、ゆっくり歩きながら、道端に咲いた名もなき花をめでることができる子だったから。目的地に到着することも大事だけど、途中で出会う人々も大事だよ。 カーリー様ナイル私の復讐のために助けを必要としている人々をないがしろにしたり犠牲にしたりするのは私利私欲のために異種族や非力な領民たちを利用したイプシロンと同じだよ世界をこの手で守るそうすればイプシロンとは違う道を歩むことができるはずカーリー様立派な大人に成長しましたね私は いつまででもカーリーリ様の味方です、必ずこの世界を守ってくださいそしてどうかご自愛くださいあ、うん、行ってくる行ってらっしゃいませカーリー様はあくまでも助っ人の立場であることをくれぐれもお忘れなきよう助っ人の立場そうだね私は彼らを自分の復讐に利用するつもりで連合に参加したエリモスを離れてから 一瞬たりとも忘れたことはない。家族の復讐のために、イプシロンを断罪するために、私は生き残ったんだと。それが、私の宿命だと。でもナイル、ゆうべ、ラシャならどうしたんだろうと考えてみた。ラシャなら、全身全霊でこの人たちの世界を守ったんだろうな。ただひたすら前に進む私と違って、ゆっくり歩きながら、 道端に咲いた名もなき花をめでることができる子だったから、目的地に到着することも大事だけど、途中で出会う人々も大事だよ。カーリー様。ナイル。私は復讐のために、助けを必要としている人々を、ないがしろにしたり、犠牲にしたりするのは、私理欲のために、石族や非力な領民たちを利用した、イプシロンと同じだよ。世界をこの手で守る。 そうすればイプシロンとは違う道を歩むことができるはずカーリー様立派な大人に成長しましたね私はいつまでもカーリー様の味方です必ずこの世界を守ってくださいそしてどうかご自愛ください、うん、生き残るという一心で私は歩き続けたそしてやっと大陸から離れた頃生きながらえたという安堵感で 気を失った。生き残るという一心で、私は歩き続けた。そしてやっと大陸から離れた頃、生きながらえたという安堵感で、気を失った。